この動画ではサンプルアプリケーションを使ってクラウドに接続してみましょう。サンプルアプリケーションの概要、ハードウェア接続、アルマジロ IoT A6 の設定、マイクロソフト Azure への接続、動作確認という流れでご説明します。まず、サンプルアプリケーションの概要です。クラウドサービスとの接続を簡単に行うために、サンプルアプリケーションを活用します。アルマジロ IoT A6 で、オムロン環境センサーのデータをマイクロソフト Azure に送信し、PC のブラウザで表示します。このサンプルアプリケーションを使用することで、Azure IoT Central に接続するだけで、簡単にデータを可視化することができます。ここからの手順で使用するものはこちらです。まず、機材としては、アルマジロ IoT A6 と、オムロン環境センサー、ネットワーク環境は、インストールなどの環境構築作業もありますので、イーサネットを推奨します。その他、マイクロソフト Azure 関連で、マイクロソフトアカウント、そして、使用する PC に Azure CLI をインストールし、実行してサインインできることをご確認ください。今回作成するシステムの構成をご説明します。まず、アルマジロ IoT A6 の USB ポートに、オムロン環境センサーを接続して、取得したデータを定期的に Microsoft Azure の IoT Central に有線 LAN を使用して送信します。今回、当社が公開している Azure へ接続するためのエージェントとサンプルアプリケーションを使用しておりますので、IoT Central の接続に必要な情報を修正するだけで、環境センサーのデータをダッシュボード上で表示することができます。作成したアプリケーションを実行すると、IoT セントラル上でこのようにデータを確認することができます。それでは実際に接続していきましょう。こちらの図を参考にして、アルマジロ IoT A6 と PC、オムロン環境センサーを接続してください。接続できましたら、まず必要なパッケージをインストールしましょう。まず、Python 3と PIP をインストールします。次に、サンプルアプリケーションを動作させるのに必要なライブラリーをインストールします。Unzip をインストールします。今回、パスを同じにするために、work というディレクトリを作成して移動し、クラウド接続のためのサンプルアプリケーションをダウンロードします。ダウンロードできたら、Unzip コマンドで回答しましょう。先ほどダウンロードしたサンプルアプリケーションの構成をご説明します。今回ダウンロードしていただいたサンプルコードは、アルマジロを Azure に接続するためのエージェントで、このような構成になっています。今回はオムロン環境センサーを接続しますので、使用するのは IoT セントラルへの接続に必要な設定ファイルの a6-envmon-config.json と実際に実行する azure-a6-envmon.py です。その他、この実行アプリケーションから呼ばれる Azure の接続に必要な共通アプリケーションはすべてモジュール図の中に格納されています。続いて、IoT セントラルを作成します。メニューからビルドを選択して、アプリの作成をクリックし、任意のアプリケーション名と URL をつけ、任意のプランを選択します。セミナーでは、動作確認として無料プランで作成してみましょう。
選択できたら作成をクリックして作成します。 IoT セントラルが作成できたら左のメニューから管理デバイスの接続をクリックして登録グループの SAS IoT Devices をクリックしてください。表示された ID スコープと SAS 主キーはこの後使用しますのでメモ帳などにコピーしておきましょう。続いてデバイス固有キーを作成します。コマンドプロンプトまたは PowerShell を開き Microsoft Azure のアカウントにログインします。ログインできたらアカウント情報のログが表示されます。次に先ほど取得した SAS 主キーを使用してデバイス固有キーを作成します。まず AZ コマンドで Azure IoT をインストールしてください。次に AZ コマンドで SAS 主キーと任意のデバイス ID を指定してデバイス固有キーの作成コマンドを実行します。デバイス ID はアルマジル IoT A6 など任意のもので大丈夫です。認証が確認されるとデバイス固有キーが生成されます。このデバイス固有キーはこの後使用しますのでメモしておいてください。それではアルマジロの設定ファイルに先ほど任意に設定したデバイス ID と先ほど取得した ID スコープデバイス固有キーを反映して保存します。あとはサンプルコードを実行すると先ほど作成した IoT セントラルにデータが送信されてアルマジロ IoT A6 の環境センサーのデータであることを確認して自動でテンプレートが反映されます。標準のオーバービューに表示されているのは平均値なのでお好みでダッシュボードを作成することも可能です。